シャネル女子、夏はこうやってインスタ撮りがち。あ、そんなっちゃった。よく見ない？これ。シャネル女子がここら辺にこうポーチ持ちながらこうやって。ちょっと。彼氏、旦那さんにお願いしたい。ハイブランドデカバッグ参戦！イエーイ！時代はね、ミニバッグなんですよ。ショルダーでスマホとかリップとか入れてっていう感じなんですけども、働いてたりとか、あとママさんしてたりとか、そういう風になるとやっぱり荷物はまあ多い、まあ多いんで、大きいバッグを実際求めてるんじゃないかなと思います。高価なのでポンとこうなかなか買いはもちろんしないんですけど、可愛くお願いして買ってもらってはいかがでしょうか。では3選紹介していきたいと思います。エルメスのガーデンパーティー MM です。サイズがすごいあります。 MM とか PM とか TPM とか結構サイズがあるんですけども、30は、まあ、比較的いろんな書類とかも入るサイズだと思います。マザーズバッグで使われたりする方もいらっしゃるし、私がよく見てたのはビジネスバッグとして女性がこのガーデンパーティーを使用しているのはすごくよく見ます。いろんな種類があって、でレザーのものもありますし、あとトワルワッシュっていって素材がこうキャンバス地みたいになってたりもするので、少しこうレザーが使われていて、あと周りのこのキャンバスになっているところってなると、まあ、もちろん高いんですけども、比較的に買いやすいお値段になってるんじゃないかなと思います。エルメスに他のサイトで見ているんですけども、参考の定価が、32万円、今もうちょっと上がってるとは思うんですけども、販売価格も42万円で、すごい状態のいいものです。できたらなんですけども、このキャンバス地に関しては古かったりすると黄ばみが出たりとかする素材になっているので、デイリーであるバッグだからこそなんですけども、結構角すれが中古ではよく多く見られたりするので、そういった角すれとかもこうチェックしてみます。ガーデンパーティーの特徴なんですけども、こうサイドにねボタンがついてるんですよね。そんなにこう量が入ってない時に関してもパチンパチンと両方こう閉じてるようにしていて、結構たくさん量が入ってるなと思う時は開けて、こう少しこう間口が広くというかにすることができるので、かなりの使い勝手もいいと思います。ストライプみたいなのもあったりだとか、イエローだったりだとかグリーンが使われてたりとか、いろんな種類があります。でまた小さい大きいとかっていうのもあったりするんですけど、こういうお洋服でもいいですし、本当ビジネスっぽい洋服にもそうですし、普段着にもジーパンとかにも合うようなめちゃくちゃいいバッグでございます。もうさ、やっぱりいいよね、紹介してる時楽しい。これでなんかもし買いましたとか、これな買ってあげようと思いますとかあったら、ぜひコメントいただけたら嬉しいです。今ちょっとなんか買い取り YouTuber っぽかったよね。続いてはこちら、ディオールのブックトートです。これはね、もう何度も多分出てきてますよね、私のこのブックトートの偽物の回、こんな偽物があるっていう、動画を上げさせていただいたんですけれども、このペラペラの生地のあれね、すごく偽物も出回っている、イコールすごく人気っていうことなので、お値段は、定価で46万円になります。販売価格が結構きれいめの使用感で34万円になります。色とか大きさによってお値段とかも全然変わってきますので、ご注意ください。最初ね、出てきた時びっくりした。こんないいのが残っていたのか、こんなにいいのをディオール出してきたのかみたいな、衝撃を受けるようなバッグでした。出た瞬間にバーンと売れて、でそういったのをすごい真似する企業さんとかも増えてきて、あ、キャンバス地でしかも大きいバッグ流行ってるんだっていうことで、ファストファッションのところも結構真似して、それは人気の象徴なんですけども、かなり真似されたバッグと思います。一番最初出てきた時ってそんなにサイズなくて、もう最初から大きかったんですよね。山田優さんがマザーズバッグとして使用していたのが結構印象的でした。モデルさんですごく身長もあるんで、大きいバッグでも体に合っているっていうところもあるので、
いいなとは思いつつも、身長がねそんなに大きくないので合わないんじゃないかなとかと思って、なかなかこう手に取れずにこういたような、そういう存在の憧れというか、バッグです。ピンクとか青とかもネイビーとかいろいろ出てるんですけども、私も一択でこのネイビーです。言い方あれかもしれないですけど、ちょっと絨毯的なね、なんか絨毯のような、ちょっとレトロのような、そういったのがすごく私はおしゃれに感じていて、裏に刺繍がなんかできるんですよね。結構名前入れちゃうのとかあるんですけど、これちょっとね話が派生しちゃうんですけど、プレゼントでちょっとなるべくイニシャル入れないでいただきたい。使用しなくなった時に売りづらいとかね。買い取り YouTuber 知恵から見るとなんですけども、買い取りする際に刻印入ってるってなるとこれ減額になります。ただ逆にね、いい面で言うと気にしないっていう方、その商品めちゃくちゃ安く買えます。次はお品物が出てきます。ではどうぞ。じゃーん、ルイ・ヴィトンのオン・ザ・ゴー GM です。型番が M44576 です。定価が、30万8000円になります。価格が25万円になります。モノグラム柄がこっちは小さくてこっちは大きい、これもちょっと特徴なんじゃないですか。あとはもうありがたい、これはさ、これこうやってハンドにしかならないし、肩にギリギリやっぱりかけられるかどうか、もう私のこの脇の部分にこう当たってるっていう感じなので、基本的にはこうやって持たないものになります。これありがたいことに、とてもありがたいことに、これがついちゃってます。素晴らしい。これがあることでこうやってかけられるんですよ。やっぱりそのヴィトンの中で最近バーンとこう流行ったバッグなんですね。これはちょっと私のイメージなので、間違ってるかもしれないんですけども、ディオールのブック等とかこう出て、大きいサイズっていうのが流行った後に、追いかけてというか来たバッグだと思います。どこも出しづらいかったと思うんですけども、ヴィトンがバーンって出して、でしかも柄をねすごいこうちょっと派手めなモノグラムで挑戦したっていうのがヴィトンの挑戦だったと思います。でこれもまたサイズ展開もたくさんあるので、もう少し多分小さめの方が人気なんじゃないかなと思います。私はこっちの方が好きかな。だけどこう暗い服着てるんだったらこっちでこうやってやった方がねちょっと映える感じもしますね。デイに使うんだけども、こう両面で顔が違うっていうのがすごく特徴的なんじゃないかなと思います。ヴィトンのこの素材なので、雨が降ったとしても、あとは吹けばよかったりもするので、そんなに気を使わなくてもいいバッグっていうのがヴィトンのいい特徴だと思います。結構位置付け的に、エルメスとかディオールっていうのは本当にこうハイというか、逆にヴィトンとかってそこまでハイすぎない、ハイブランドすぎない、 でなので価格的にも少しね落ち着いたお値段になってたりとかもするんですけども、本当にいろんな方が持てるようなバッグっていうことですごく知られているこう有名なブランドです。こうやって見るとそんな大きくないように感じると思うんですけど、いいんじゃないでしょうか。インスタとかによくある、いや可愛いんだよこれ。ではためになったなと思った方はチャンネル登録といいねボタンお願いします。ちょっとねバッグ愛にこう溢れるいい回になったかなって自分で言っちゃうけど、この度はロレックスを選んでくれてどうもありがとう。ご使用の前にこの取扱い説明一緒に読んで、ずっと楽しく優しく扱ってね。貴重なものにつき転売する人は受け付けません。ご了承ください。